昨日国会で補正予算が成立しました。これによって例の10万円給付もスタートしましたね。全国のおよそ4割にあたる679の市区町村でマイナンバーカードを持っている人を対象にオンライン申請の受付が開始しています。ただ持ってない人は自治体からの郵送を待つしかありません。申請書の郵送が来月以降になる見通しの自治体もあるそうなので、結構なタイムラグですよ。この機会にマイナンバーカードを作ろうという人もいると思います。今申請はオンラインでできますので大変便利だと思いますよ。申請してから実際に発行されるまで若干時間がかかりますので、まあその今欲しいって人は難しいかもしれない。10万円の給付にあたってはこのマイナンバーカードの普及率の低さが響いていますよ。さらにここに銀行口座が結びついていたらもっと早かったんでしょうけどね。コロナショックを経てもはや反対する人っていうのは少数派なんじゃないでしょうか。法整備を急ぐ必要があります。中小企業を支援する持続化給付金の申し込みを始まりました。フリーランスも対象になっています。持続化給付金は今年1月から12月までのいずれかの月の売上が去年の同じ月より50% 以上減少した事業者が対象で、中小企業などは最大200万円、フリーランスを含む個人事業主には最大100万円が支給されます。支給を受けるには申請が必要で、原則として1日に開設された専用のホームページから行います。申請には去年の確定申告の書類、売上台帳など月の売上の減少を示す書類の写し、それに振込先口座の通帳の写しなどを添付する必要があります。また個人事業主の場合は運転免許証やマイナンバーカードなど本人を証明する書類の写しも必要ですが、スマートフォンで撮影した画像でも認められるということです。決まるまでに時間はかかりましたが、最も早い場合今月8日には支給が開始されるとも報道されています。お困りの方は早めの申請が重要になってきます。ツイッターで反応をいろいろ見たんですが、結構オンラインで手続き自体は簡単だそうです。素晴らしい。ちょっと遅いんじゃないかなっていう気はしますが、政府はいろいろ前に進めています。ただ緊急事態宣言は延長する見込みなわけですよ。安倍総理が今日表明しています。安倍総理大臣は午後6時過ぎ、記者団に対し政府の専門家会議の提言について報告を受けたとした上で、緊急事態宣言の下、国民の多大な協力で諸外国のような爆発的な感染拡大を逃れており、一定の効果が現れ始めているというのが専門家の評価だ。一方、医療現場は依然厳しい状況であり、当面国民の協力が必要だというのが専門家の見解だと述べました。その上で西村大臣に現在の宣言の枠組みを1ヶ月程度延長することを軸に専門家の意見を伺いながら、地域の感染状況に対応した対策を速やかに調整するよう指示したと述べ、対象地域を全国としたまま宣言の期間を1ヶ月程度延長する方針を明らかにしました。正式には4日に決めるとしています。しかし感染の拡大って地域によって違うじゃないですか。なので画一的にやる必要があるのかなとも思ってしまいます。おそらく懸念としては、解除された地域にアホが集まっちゃうんじゃないかということでしょう。しかしそれを言うと、感染がちょろちょろでもどっかで出続ける限り全国一律で苦しみ続けることになってしまいますよ。可能なところから当然ですけど少しずつ経済活動を再開させていく方が僕はいいんじゃないかと思います。フランスではフィリップ首相がウイルスと共存していかなければならない、いつまでも制限は続けられないとして段階的に制限を解除していく方針を示しました。個人的にまずいなって思うのは、解除の基準がよくわからないっていうところなんですよ。緊急事態宣言を続けるとして、まあそれはよしとしましょう。じゃあ続けるにしても、どうやったら解除されるのか。国民はゴールのない長距離走を走らされてるようなもんですよ。それに給水も遅いし、ちょっとしかないっていう。新型コロナウイルス対策で今最も大切なキーワードが再生産性だ。一人の感染者が何人にうつすかを示す数値で、感染の拡大が続くのか収束するのかを知る物差しとなる。だが4月1日以降は示されておらず、その根拠となる数式や考え方なども公開が遅い。再生産数には基本と実効がある。基本は流行初期の数値で、ウイルスの感染力を示す。新型コロナの場合、世界保健機関の推定で 1.4 から 2.5 で、季節性インフルエンザよりやや高いとされる。
実行はパンデミック後に各国が取った対策の功績を知るバロメーターになる。1を下回り続ければ新たな感染者数が減少に転じたことを示す。外出制限や一斉休校などの解除を判断する材料にもなる。香港大学は2月以降香港での数値を日々公開している。4月1日から公開されてなかったんですが、今日4月10日の数値が出てきました。それによると東京都は 0.53、 全国は 0.71 なんですよ。確実に日本人の自粛効果ってのは出てますよね。その上で一体何を根拠にその1ヶ月延長するのかっていうのは問われるでしょう。懸念は払拭できないっていうのもわかるんですけど、でも永遠に懸念ってゼロにはならないでしょう。そしてこの数値も毎日出してほしいですよね。段階的に解除していくなら自分の住んでいる地域だけで動くようにするとかは考えられるでしょう。他の町、他の市、他の県には行くなと。でこういうのを強力に要請したら、多くの日本人って真面目ですから結構いけるんじゃないかと思うんですけどね。ただ懸念されるのはアホですよ。まあアホってのは常に世の中に一定数存在します。そこは罰則を作るとか、もしくは日本人お得意の死刑によって断罪するかですね。全国一律で続けるということは、本来死ぬ必要のない経済活動まで殺してしまうことになるでしょう。日本は有事なのに何やるにしても遅いですから、このまま1ヶ月程度緊急事態宣言が全国的に延長されたら、ますます潰れる企業っていうのは多くなりますよ。昨日の生放送でも触れましたが、 NN 生命保険が中小企業を対象に3月末に行った調査によると、感染拡大がいつまでに収束したら経営的に乗り切れるかという質問に、4月末が 20.3%、 5月末は 16.6%、 6月末が 15.5% となっています。もうギリギリ待ったなしの状態ですよ。政府も様々な経済対策を進めていますが、申請して給付されるまでのタイムラグっていうのもあるわけですよ。東京商工リサーチの川原社長は次のように語っています。中小企業の資金繰り支援が急務です。政府はお金を積極的に中小企業に出そうとしているが、制度融資の受付までに2ヶ月かかり、融資の実行までさらに1ヶ月かかる自治体もある。中小零細企業の手元に資金が渡っていない。今欲しい、明日欲しいお金が数ヶ月後にしか受け取れず、事業への意欲を失って倒産を選ぶ会社も増えてくるだろう。資金が枯渇してくる企業はゴールデンウィーク明けに一気に増えるだろう。中小企業はもうすでにかなりまずい状態まで追い込まれています。緊急事態宣言を延長するのであれば、即効性があって大規模な第二次補正予算というのもすぐに取り掛からないといけないでしょうね。ただどうなんでしょう、大物政治家にも危機感が足りないんじゃないでしょうか。危機感っていうか有事っていう認識ないですよね。昨日みんなある意味大好き自民党の二階幹事長は、今国民が大変不安に陥っており、みんなで力を合わせて難局を乗り越えていきたい。すぐに第二次補正予算案ということではないが、第二次でも第三次でも大事な政策は打っていかなければならない。相当の決意で取り組んでいきたいと述べています。いや、すぐやれよ。こんなこと言ってるようじゃ二次補正っていうのも相当遅くなりそうですね。今後はコロナで死なないとしても経済的に死ぬっていう人が増えていくでしょう。何言ってるんだ、命が大事なんだっていうのもその通りなんですが、経済的な死っていうのも見過ごせませんよ。現状経営者は安心して療養もできませんからね。このような事例もあるようです。新型コロナウイルスに感染し、東京都が用意したホテルで療養していた軽症者の一人が、経営する会社の倒産危機を訴え、陰性の判定が出ないまま帰宅していたことが分かりました。都は帰宅を拒否する法的な権限がないとしています。病院から移送された患者は PCR 検査で2回続けて陰性と判定されなければ原則帰宅することができませんが、このホテルで療養していた軽症者の一人が自宅療養を希望し、陰性の結果が出ないまま帰宅していたことが関係者への取材で分かりました。東京都はホテルに留まるよう説得したものの受け入れられず、公共交通機関での移動を控えること、保健所に健康観察を続けてもらうことなどについて口頭で同意を得て帰宅させたということです。そりゃ国が守ってくれなかったら自衛するしかありませんからね。先ほども言いましたが、緊急事態宣言を続けるのであれば、強力かつ即効性のある経済対策、まあ、さらなる経済対策が求められます。もちろん協力はしますけれども、ただその耐えろだけでは難しいですよ。まともな経済対策を示せなかった場合、
国民も自粛クソくらいで、また店始める人も出てくるんじゃないでしょうか。ステイホームもやらなくなるんじゃないかな。政府には消費減税や固定資産税の減免など、様々な強力な対策を求めます。この展開って大東亜戦争を想起させますよね。出口戦略が描けず長期化した結果、本来死ななくてもいいような人たちまでバタバタ倒れていったと。繰り返してはいけない歴史です。ということで、チャンネル登録をぜひお願いします。